切り裂くをやってきたけど 120kp これなんだろう、急所当たりやすいみたいな。強いあかん、コンプソンがぶっ壊れてるわ。ミーが欲しいものを3つ探して見つけて持ってきてくれたらあげるよ。まず1つは化石虫の抜け殻。化石虫の抜け殻とのことはディグディグ族の族長に聞いてみるといいよ。手に入れたらミーのところに持ってきてね。それじゃあよろしくね。うぜえこいつ。おっとババウ、もうお前らまた来んのかよ。あ、この声、海賊船で私たちを閉じ込めたやつだわ。ここでも邪魔をするつもりなのね。一体どういうつもりなの。バウンバウン、ビビーセバスが襲ってきた。お前さあ、こっちコンプソンいいんだからな、ボコボコにしてやるら。頑張って、お前は戦われてんだ。何使ってくるんだ。水と木か。なるほど、木というか、まあ風属性ってことは、うーん、あ、じゃあ火属風属性ってことは、まあ基本的には土でいけば、じゃあ、でも土でいくと火にやられるのか。で、水で行こうとすると風にやられるから、まあ、間を取ってアルティスなのかな、これは。それか、シンシンで行くかだけど、シンシンちょっともう、ついてこれてない感じも否めないんだよな、正直な。まあ、コンプソンいればよっぽど大丈夫だとは思うけども、まあ、とりあえずアルティスで行ってみようかな。さあ、アタッカーは誰なんだ。あー、そいつか。そいつアタッカーなんだ。火属性のやつがアタッカーかと思ってたから、そうじゃないんだね。あー、LP ギリギリか。コンプソンがね、相当 LP 低いから、先行取れたりもできるんだけど、ちょっと難しかった。これな、コンプソンいるとね、最初に絶対に家に下がってっちゃうんだよね。まあ、出番かかってるから、絶対そりゃそうなんだけど。ここは、とりあえず、思いっきしデバフかけて、KP プラス130になって、まあ、アルティスファング一発ぶっ込まずに、おつけ。ここ、プレシオの毒だな。これ結構食らうでしょ。デバフ相当入ってるから、64。持ってけはしないにしても、なかなかの火力は入れることができた。で、ここは一旦ターン終了して、切り裂くをやってきたけど、120kp。これなんだろう、急所当たりやすいみたいな。強いわ。あかん。コンプソンがぶっ壊れてるわ。ダメだろ、お前。防御力デバフ90はまだわかるけどさ、攻撃力デバフ90ってちょっと化け物だね、マジで。これもブルースネークで持ってけるんじゃないの？持ってけないかな？多分持ってけると思うけど、44。OK、持ってった。やばいね、マジで。めっちゃ強いわ。コンプソンやりすぎなぐらい強い。で、ここターン終了します。デバフがね、かけれてないんで、ここ一旦デバフをかけた後に KP 高めの攻撃でやってくるのが多分ベスト。ブンブンバイ。それ何？なんか、ドラゴンボールみたいな技してきたけど、これそうなんだよね。こういうのがコンプソンの弱点。デバフがかけれてない時に食らっちゃうとね、こういうことになっちゃうね。しかも混乱食らったか。まずいのか、これもしかしたら。KP プラスで270にはなったけど、アルティスコンボ勝手にやりやがったな。しかも奥にやっちゃった。それやばい。奥のやつはデバフかかってないからな、別に。ちょっとややこしいことしてくれちゃったな。プレシオもね、正直、動いてもしょうがないんだよな、弱点つけてないし。俺は、やばいか？しかもそうだよね、下がってくるよね。パニックトップが、パニックもかけられたらめちゃくちゃめんどくさい。恐怖じゃないだけまだいいんだけど、恐怖が一番めんどくさいから。うわ、混乱か、あ、混乱、いや、さらに混乱を上書きされたんだ、今。ちょっと待って。おーい、お前、それだけはやっちゃいけねえ。まずいぞ、これ。どうする？え、えぐいえぐいえぐい。これは一旦アトランティックボムやるか。これだったら、なんだったっけ、あれ、属性関係なくダメージ食らわせれるから、一旦これ、こうしといて。まずい。コンプソンやられたら、一気にピンチだぞ。いやー、属性有利なのが唯一の望みだけど、こいつは LP が低いんだ。まずいな、非常に。しかも毒大して食らわねえし。いやー、コンプソンにバフかけたところで意味ねえんだよな。ちょっと待って、しかもコンプソンが勝手に動いてる。小さな牙、お前全然そうだよね。お前火力ないんだから、動いちゃダメだって。これブルースネークで持ってけるかな。いや、微妙だよな。てか無理だな。コンプソンのデバフがないから無理だ。プレシオの毒いくしかない。こっちならさすがにやられると思うけど、ブルースネークだと絶対にやれない。なんならプレシオの毒でもやれてないか。
いや、まずいぞ、これ。コンプソンやられる。絶対コンプソンやるよね、これね。マジでまずい。え、こいつにこんなピンチにされると思わなかったんだけど。嘘でしょ？マジか。で、混乱きつすぎるな。ちょっと待って、しかもお前がアタック、いや、そうだよね、そうなるんだよね。やばい、これ負ける？いや、ワンチャンガチで負けるわ。ちょっと待って、待って、おつけ。ただ、ここでアルティスが出てきてくれるから、一旦プレッシャーを下げるね、下げよう。絶対下げた方がいい。下げて、アルティスを前に出して、アルティスコンボを一発、メガテリーにぶつけて、メガテリーさえ持っていけば、後ろのやつもう瀕死だから、こいつをどれだけ削れるかで、あとは。でも、バフも何もないからな、これ。26?52。まあ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 、そこそ、オッケー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 。ラストパワー発動って何？なんか、モーカみたいな話か、それ。やばいな。絶対持ってかれそうな気がする。火力上がってんでしょ、絶対。いやー、でもこれクリティカルで耐えてるなら大きいわ、それは。で、しかも、うわ、オートカウンターでやりきれない、それ。まあ、ただここはさすがにアルティスファングでやりきれる。で、あと相手は一人でしょ。さすがにこれは勝ったか？でも先行取られてるからな。ここで俺がターン終了するしかなくて、出てきたやつがアルティスを倒して、いや大丈夫か、さすがにここでアルティスが耐えようが耐えなかろうか関係ない。いや、耐えてくれたいや、でも混乱、待って、やばいか、大丈夫、ちょっと待って、怖い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 、おいお前何して、いやでも大丈夫、さすがにこれはやれる。え、びっくりするぐらいなんか苦戦してんだけど、なんでコンプソン入れた状態でこんなやつに苦戦しなきゃいけねえんだマジか。え、縛らなきゃいけないとか考えてたけど、えぐかったね。いや、混乱が強えな、マジで。こんな三して野郎に苦戦させられたのめちゃくちゃムカつくんだけど。バウーンとか言って逃げてったけど、ちょ、次やるときはあいつはコテンパンにできるような状態になっておこう。で、問題はこの族長に話を聞けばいいんだったっけ。出た族長さん、こんにちは、ディグ。またディグ出てる。え、やだ、ここに来るとあの口癖が出ちゃうの、ディグ。どうした、ディグか。そんなのはどうでもいいんだけど、化石虫の抜け殻が欲しいんだよ。知ってる、ディグよ。化石虫は地面の中を化石を転がす。化石虫の抜け殻はなかなか手に入らない。ダッピーの儀式が必要。なんやそれ、ダッピーの儀式。化石虫を脱皮させるための儀式、ディグ。このディグディグ族の村の聖なる大地で激しく腰を振る、ディグまたか。そう、ディグ、熱く激しい情熱の腰振りダンス。化石虫はそのバイブレーションを感じて地中から現れ、脱皮を始める、ディグよ。今すぐやる、ディグか。え、聖なる大地に行くんじゃない、ディグ。確かに、それがどこなんだろう。ここがそう、ディグ。あ、そうなんだ大して聖地でもないけど。まずはワスがお手本を見せる、ディグ。その通りに腰を振りに行くよ。え、何、俺らもやんの。族長さんの腰振りで化石虫が脱皮するんじゃない、ディグ。ワスたちのワスたちの腰振りではダメ、ディグ。ホリダーの少年の熱く激しい腰振りが必要。何、俺もやらされんの、嫌なんだけどまた俺雷落とされないよな。ワスのお手本はちゃんと見た、ディグね。それでは儀式を始める、ディグ。何この茶番、うわー気持ち悪い。え、レンダーって腰振りなんか少女来たし、なんか意味あんな、これなんだこの茶番、マジで。俺こんなことするためにここに来たのあ、脱皮した、キモ入ってった。化石虫が見事に脱皮した、ディグ。あ、どっか行っちゃったし、少女。やったー、登る。化石虫の抜け殻よ。登るは化石虫の抜け殻を手に入れた。族長さん、ありがとう、ディグ。登る、カスキムシの抜け殻を変なモスキーさんのところへ持っていきましょう。え、あの子追いかけなくていいのかな。でも追いかけても多分何もないんだろうな。うん、追いかけてみたけど誰もいなかったわ。おい、一個持ってきたぞ、お前のために変なモスキーさん、カスキムシの抜け殻手に入れてきたわ。こんなのが欲しかった。おう、トレビアン人の好みはわからんな。なんと立派なカスキムシの抜け殻、ユーたちの苦労が目に浮かぶよ。わざわざダンスさせられたんだからな。サンキュー、メルシー。さあ次は何？そうだな、3つあるって言ってたから、サンダルの化石。何言ってんのお前サンダルの化石なんてあるわけないじゃないの。じゃじゃーん。え？あ、あるんだ。持ってんならもういいじゃん。
大昔のものじゃないと化石にならないのに、どうしてサンダルが化石に。あ、もしかしたら恐竜がサンダルを履いていたとか。なわけあるか。そんなことはどうだっていいよ。問題はこれが左しかないってことなのね。サンダルだったら揃ってほしいじゃない。だからよろしくね。うぜえこいつマジで。脱皮路平原、またこいつらと戦うことになんのかよ。まあ3つって言うからな、残りも戦うことになるんだろうな、こいつらとな。何してんの、何探してんだろうこいつ。お前たちはどうやって海賊船から脱出したんでしょ。まだいると思ってたの。私たちを海賊船に閉じ込めるなんて一体どういうつもりなの。どういうつもりもこういうつもりもないでしょ。邪魔者には消えてもらうでしょ。ゲシシシシシ。またかよ、もう分かったよ。さあそんなわけで満を持して登場、黒の使ってやっていきます。こいつマジ強いから見といて。あ、でもなんかめっちゃデバフ食らってる。わ、惜しいな、もうちょっと先行取れそうだったのに。これクロノスじゃなかったら多分先行取れてたんだろうけど、竜コンボを食らうと、これは強振になっちゃうとちょっとややこしいけど、まあクロノス LP なかなか高いからね。 OKOK 大して食らわないでしょう。でコンプソンにデバフをやってもらって、ここでちゃんとクロノスバイトをぶつけていくと。どれぐらい軽く入るかな、弱点ではないけど相当入ると思うけど、62、まあ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 ぐらいか。まあここ一旦ターン終了しとこう。弱点じゃなくて62出してたら十分か。いやでも 100KP なら正直もうちょっと出してほしいっていう気持ちもなくはない。でここ竜コンボ、うふやっぱぶっ壊れてるわコンプソン。いやでもさっき崩されたからなあれ。ここどうしよっか、プレシオで行ってみる一旦。プレシオの毒、いや別にいっか。あーどうしよう、プレシオの毒で多分やりきれるからプレシオの毒で行こうか。でこのままターン終了して、で SA のやつを引きずり出して、そこにさらにクロノスで攻撃を加えていくっていう形かな。まあ、ここはねターン終了するに越したことはないでしょう。今の動けるのはそもそもコンプソンしかいないし、ヘルプッシュ大丈夫それ、強っ、なんでそんな強い、興奮かけられたな。しかも下がってっちゃったし、シャークファングめちゃくちゃ食らってる、大丈夫 ?44。いやでもタンクとして相当活躍している。いや強いなマジでクロノス。でここ200になったなら津波いけるんじゃない、津波プレッシャー。これどれぐらいから帰るんだろう、これ初めて撃つんだよね。なんか全然津波じゃねえ。ただ紙にいってるだけじゃん。普通にクロノスバイトと変わんねえよそれ。なんか水出してくるのかと思ったら全然水なかったわ。これシャークファングで持ってかれちゃう、もしかしたら1、あそっかデバフ食らってるから全然そんなことねえわ。いや強えなコンプソン。でここはさすがにクロノバイトでやっていけるでしょう。で裏のやつをどうするかだよね。まあ、クロノバイトで持ってけるかな。あ持ってけれてない。いやこれどうしよう、コンプソン、コンプソンで攻撃してもいいんだけど、小さな牙これやりきれるのかな、微妙だよね。いやまあ行くか、行こうやるわ。いやでもやんない方がよかったか。いや倒さない方がよかった、これこう倒すことによってワンチャンクロノスが次のターンにやられる可能性が出てきちゃうんだよ。こいつ新しく AVA に出てきたやつがデバフ食らってないから。しまったな、今のプレミだわ、やらかした。このヘルプッシュで持ってかれる可能性があるもん。大丈夫か、耐えるか、耐えてくれた、でかすぎる。ここ耐えるか耐えないか相当違ったよ。でここで、クロノスバイトで持っていけるかな、微妙かな、ギリギリな気がする。あーギリ足りなかった。ってことはこれコンプソンの小さな牙で持っていけるんじゃない。10ダメージくらいは入ってくれてたからさっきの8か。 OK。 よし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 、さすがにね振り属性といえどコンプソンのデバフがあればやれたね。いや混乱で運ゲーに持ち込まれるときついけど、こういうのだったら割と冷静に対処できるね。よしよしよし、これでサンダルの化石持ってってやればいいのか。ここには変なものしか埋まってなかったわね。あそっか確かに、変なもの、変なもん、変なもん好き。あ変なもん集めてる変なもんスキーさんだなんて、なんかダジャレみたいね。今更そんな、なんか笑ってるわ。おまたこの子来た、何を楽しそうに笑ってるの。いいだろ別に。ああなたは
ゲモジャの部屋で会った子ね。あの時はありがとう。私たちサンダルの化石を探してるの。サンダルの化石？これかしら。え、持ってんの？ありがとう。優しいじゃん。あ、それよ、それだわ。どうしたの？拾ったのよ。欲しければあげるわ。私はいらないから。え、本当？ありがとう。え、めっちゃ優しい。ノボルたちはサンダルの化石を手に入れた。ありがとうね。私はベルゼット、こちらはノボル。そっか、まだあなたの名前を聞いていない。私はデュナ。へえ、デュナって言うんだ。デュナね。ありがとう、デュナ。かわいい。いいえ、この間腰振りダンスを見せてもらったお礼よ。じゃあね。やっぱ見てたんだ。そのこと言わなくてもいいのに。腰振りダンスってことはあの子ディグディグ族の村にも来てたのね。なんだか不思議な感じの子ね。そうね。登る、サンダルの化石をヘンナモンスキーさんのところへ届けに行きましょう。オッケー。お風呂スキー持ってきたぞ。サンダルの化石、ヘンナモンスキーさん、サンダルの化石を手に入れてきたわ。こいつの BGM 腹立つな。最後は何なんだろうか。やっぱりサンダルは揃ってないとね。サンキュー、メルシー、ダンケ、グラシアス。こいついい加減にも程があるな。何か国語を言うんだよそれ。で最後1個、最後は赤いイレバザメの歯。なるほど、イレバザメ。私は言えよ、行かないわ。赤いイレバザメのイレバさえ手に入れてきてくれたら誰が言ってもいいよ。じゃあお願いね、登る。こいつこいつ腹立つわ。ベルゼット、赤いイレバザメのイレバっていうことだからどこにあるかわかるよね。そう、そこなし書いてさ。ミーが知ってる情報では赤いイレバザメは自分の住処でイレバを外すらしいんだよ。だから住処を見つけることができたらイレバは手に入ると思うんだ。でも住処の入り口を岩で回復しちゃうんだってさ。よく注意して壊しそうな岩を探さないとね。そっか、穴はいっぱいあったもんね。手に入れたらすぐ見な。うぜえこいつ本当に。しかもよく見たらベルゼットこの部屋に残ってくのかよ。頑張ってね、登る。うそんだけ。こいつ白状すぎるだろ。おっと、あ、なんかイレバザメがまたいっぱいいる。でも赤くないぞ、どいつもこいつも。なんで急にまた現れるんだよ。ちょっと待って、こいつ食われたらどうなるのかちょっと気になりはするんだけど、それどころではない。一旦奥まで行って、ちょっと待って、お前らのロック音性能高すぎない？ちょっと待った、お前には食われるかもしれないけど危ない。ギリギリセーフ。イレバザメ諦めて帰っていった。この奥のどっかの穴に多分イレバザメの巣があるんだよな。これこれ多分この穴だと思うんだよね。ちょっと入ってってみるか。この下にイレバザメがいるのかどうかが気になるところではあるけど、一応ゴロリを拾っておこう。もうちょっとでね、確かあれが変えたはずだから。怪しい雰囲気が漂ってる。この辺りにイレバザメがいそうだ。なるほどね、ちゃんと合ってたわ。どこにいるんだろう。カメラワーク的に下に行くと不利なんだけどな。まあそんなことは気にも留めずに奥まで行くか。エティマンな、絶対勝負になるじゃん。また BB クイーン来んだろどうせ。分かってんだよ。あ、いるわ。食ってる何かを。違う、掘って。あ、入れ歯外した。え、入れ歯外してたけどまだ歯ついてたよ。あ、くれるの。虫歯がいっぱいあります。クリーニングして虫歯をきれいにする。なるほど。うわ、汚な。え、もう普通にハイパードリルでいいかな。あ、すごい、一瞬できれいになる。あー、すごい。壊れるとかっていう概念なさそうだし、もうゴリゴリやっちゃっていいよね。ハンマーでやったらどうなるんだこれ。あ、ハンマーでもいける。てかこれもうハンマーでよくない？ハンマーでいいわ、ハイパーハンマーで。あ、なーにそれ。調子こいたわ。ダメでしたね。ちょっとちゃんとやり直そう。ハイパーハンマー使わない方がいいかな。いやでもいけると思うんだけどな、これぐらいなら。はい、じ、うわー怖い。でもこれのおかげで超時短でいけてる。すげえ。ハイパーハンマー強よ。し、これでこれを届けに行けばいいのか。 BB クイーン来なかったね。このまま無事に帰れるといいけど。おっと、おい、なんやねん。おや、どこ行くんだい。この先に行きたかったらそれを置いていきな。赤いイレバザメのイレバをね。なんなんだよマジで。お客様、エレベーターみんなで使うものなので、お待ち合わせでしたらロビーの方で。おでまり。あだよ、誰だと思ってるんだい。とんでもねえクレーマーだな。サーボや、おとなしくそれを渡し、嫌なら力ずくでいただくよ。結局バトルなるんかい。ちょっとこいつ相手にもクロノスで行くわ。ちょっとホテルで戦うのは申し訳ない気持ちではあるけども、相手は
土属性2体に水1体だったんで、ちょっと火属性連れて行こうかとも思ったけどね、シンシンがちょっともうついてきれてない感じもするんでね、ここは一旦クロノスで行こうかなっていう感じでございますけども、クロノスはね、いいえ、弾き飛ばされたのだる。まあでもデバフだからね、そういうところは便利ではあるんですけども、まあプレシオの毒一発ぶち込んでいこうかな。毒にしてくれたらベストだけど、 50% だからね、まだ分かんないよね。40しか入んねえか。 OK、 毒入れてくれたらナイス。まあここは一旦ターン終了でしょう。相手は何してくるか。デバフかけられたね、ちょっとだるいけど、まあ攻撃力と防御力にデバフがかかってないんであれば全然いいな。で、罰金コンボもうどうせ0と1でしょもうこんなのは大したことないんで全然いいんだけど、まあちま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 毒で削っていくほかないかな。どうしようか。ここ裏のやつに一発毒、あーでもな、これどうしような、悩むな。ブルースネーク、クロノスが来たからクロノスバイトでもいいんだよね。クロノスバイト、いやちょっと待って、クロノスが邪魔すぎるな。あ、デバフがあまりにも、あーこれは一旦下げるか。ちょっとクロノスが邪魔しすぎているわ、あまりにも。ここで一旦クロノスバイトをバキンにぶつけてって、ちょっとね SA にいるとね、クロノス味方にめちゃくちゃデバフかけちゃうから、こういうとこは不便だね。いい家にぶっ飛ばされるとちょっとめんどくさいことになっちゃうね。ここはまあ一旦ターン終了していって、まあでももういい家に飛ばしようはないんで、ストーンアロー、眠り、何それ、怖いんだけど。 100% かなこれ、しかも 76?クリティカル痛すぎる。うわ待って、やばいこれ、クロノス死ぬ、あ死んだなこれ絶対。お、生きてる、すげえ耐えた。ただ怒りが入ってしまったけど、ここ200いったなら、ここで津波プレッシャーいけるんだよね。レクソンにぶつけていこう。問題は OK、 ちゃんと外さずに、うわーそうなんだよね、これ怒りだからね、外すとやばいんだよね。これやばいな、え、これ負けるぞ。でも相手も KP ないから、多分 AA のやつで攻撃してくると思うんだよ。それを耐えてくれればいい。あまずいね、非常に。こうなるとコンプソンが前出ちゃうんだよ。やばいこれは、これはマジでやばいっす。一旦さすがにコンプソン下げるしかない。でここは乗り切るための行動を取っていくしかないんだけど、アトランティックボム行くか、プレシオの毒か、アトランティックボム、いやこれもう上振れ狙っていかないとダメだから、もう毒を引きに行く絶対に。いややべえなこれ、毒ってくれ頼むから。 OK、 毒ってくれた。もうターンは終わるしかない。ここちょっと2ターン耐えるしかねえんだよな。エラースコンボでどれぐらい入る、軽く、え、これ負けるぞマジで。え、やばい、これ半分入る、あ、え、負け、いや負けたかもしれない。まっ、やべえぞこれ、正直毒とかよりも、うわやばい。ここ一発耐えてくれたら本当に何でもいい、避けるか耐えるかしてくれ。え、なんで変わってきた、毒毒テイル、いやワンチャンある、ワンチャン耐えるこれ、21耐えるでしょ、毒るなマジでお願い。 OK、 そしたらコンプソンがデバフかけてくれる、よかったけど、けどだな、いいんだけど、このレクソンを倒すタイミングはちゃんとやらないといけないね。僕はプレシオの毒の方が入る、相手がデバフかかってるから、まあプレシオの毒でよくて、オートカウンター、まあいやーオートカウンター痛いなこれな。でも KP も余ってるから、小さな牙でもいいから一発撃っておこう、多少は入るでしょ、10ダメージぐらいは。 OKOKOK、 それでいい。で何してくるか、怖いな。まあでも SA に攻撃してくるかな、ストーンアロー、あー眠ったら終わるぞマジで。これまだ負けではないんだけど、眠ったらマジで負ける、終わった作成。これは終わったか、動けねえよな、小さな牙やるしかないんだよコンプソンが。まあでもどっちみち相手のカラーの攻撃は1しか入らないからいいんだけど、
裏のやつが SA に出てくんだよな。それがやばい、それがやばすぎる。うわ、終わってない、危な。何それ。そうか、こいつあれか、 KP110 で撃てる技がなかったのか。いや、そんなことない。え、なんで撃ってこなかったの、わかんねえ。いや、でもプレッションの毒いくしかないんだけど。うわ、これ、いや、わかんねえ、これ勝てるのか。もうでも倒しきるしかないんだよね、正直ね。うわ、耐えてるし。え、これ耐えた方がいいまである、もしかして。これ何もしないが正解ですね、多分。で、相手が次のターン動いてくる行動はエラースコンボ、0と1ダメージしか入らないだろうから耐えれるんだよ。で、ここ耐えた後にコンプソンが小さな牙、これでエラースを倒しきる。で、その後後ろからに出てきたやつに一発ぶち込めばナイスクリティカル。いや、でも銃あったかな、わかんないけど。で、ここから出てきたやつにプレシオが、どうだろう、これどっち行くべき。いや、さすがにプレシオの毒、いや怖い、ちょっと待て、ちゃんと安定策を取ろう。アトランティックボムでいきます。ここは一旦後に攻撃っていうことになっちゃうんだけど、ここでプレシオが死ぬとは思うんだよ、正直。ただここを耐えて、次コンプソンが出てきたタイミングでこいつに毒が回って倒しきれるっていうことになる。ここで今なんだっけ、タックルの方やってたら命中しない可能性とかもあるし、やばいんだよ。そう、これで勝てるんだよ。危ねえ、マジで。ギリギリじゃん、コンプソンいてギリギリなんだけど。マジかよ、これちょっと SA に編成するやつ変えた方がいいかもしれないな。お、覚えてなさい坊や、次に会ったら絶対にめちゃくちゃにしてやるんだから。いや、強くなってんな BB 弾が、ちゃんと。まあ、ボスらしい強さしてるわ。お、持ってきたぞ。おかえり、のぼる。赤い入れ歯ザメ、赤い入れ歯ザメの入れ歯手に入った。なんとか手に入れたよ。なんでその上機嫌なの。わあ、すごい、さすがはのぼるね。こいつ腹立つわマジで。何ハートつけとんの。はい、持ってきたよ。おう、ゴッツドレビアン。ゴッツ、ついに関西弁言い出した。虫歯もなく真っ白だね。やっぱり赤い入れ歯ザメの入れ歯は輝きが違うよ。サンキュー、メルシー、ダンク、グラシアス、スパスイーバ。あ、スパスイーバってどこの国の言語、わかんねえんだけど。これでようやくリボンくれるのかな。虫のボールはすごいね、最高だよ。じゃあ早速約束のヒゲリボンを渡しちゃうよ。いや、もうようやくだよマジで。例えば変な3人組もそのリボン欲しがってたよ。ムッシュのボールたちと同じ交換条件を出してたんだけどね。だからいたんだ、邪魔ばかりしてきたんだね。そうだね、化石アムの抜け、化石虫の抜け殻とサンダルの化石と赤い入れ歯ザメの入れ歯。今日はこの3つを眺めながらゆっくりとワインを楽しみよう。ワイン好きなんだ。トゥットゥルー、バイバイ。じゃあこれを届けに行くか。ヒゲリボンを届けにヒゲモジャのところへ行きましょう。オッケー、ようやく本題。お、もじゃもじゃ戻ってきたぞ。あ、なんかいるし、もう。え？さあ、これでいいですよ。バッチリお似合いじゃないですか、キャプテンヒゲモジャ様。え？喜んでるし。ありがとうなのじゃ。これで我が輩も安心して成仏でき。むむ。違う！これは我が輩のリボンじゃないのじゃ。こんなものを我が輩のヒゲに結ぶなんて許さないのじゃ。何？え？怖っ。もっちゃっちゃっちゃ、我が輩を騙した者たちを確保するがいい。海に眠る亡霊恐竜を呼び出し、ちょっと待って、何してんのこいつらマジで。また俺がなんかやらされることになるじゃんこれ。何亡霊恐竜って、貴族生の方が良かったかな、家族生。大変よ、亡霊恐竜を呼び出すですって。きっとキャプテンヒゲモジャーは怒りで我を忘れているのよ。これじゃあ本物のヒゲリボンを結べないわ。カスキバトルで、もう登る準備はいい？オッケー、やるよ。じゃあもう、さすが登る、頑張ってね。ベルゼって一回も戦ってくれてねえじゃん。敵は？あ、でも全部水属性だね。うわ、クロノスいるな。まあここはさすがにアルティスでいいでしょう。このままいきます。勝てるかな。クロノスは相当強いだろうけど、まあこれデバフかかった瞬間に家に下がっていくんだろうけど、
先行取れてる。おお、でかい、この先行。したら、まあ、いきなりアルティスパンでぶっ放して。いやー、コンプソン、これ先行取れるのマジ熱いね。82。強すぎる。で、ここ、プレシオのブルースネックは行かなくていいかな。ちょっともったいないね、KP がね。これ下がっていくでしょ、多分ね。え、何もしてこない。マジで？え？うわ、これどうしよう。ここちょっと悩みどころだな。まあ、一旦アルティスファングをクロノスにぶつける。いや、そうなんだよな。ここがまず悩みどころなんだよな。アルティスコンボ行くかどうかっていう話なんだけど。いや、もったいねえな。多分、アルティスファングでいけると思う。これ、アルティスファングでいこう。で、まあ、やりゆきではしないんだけど、相当体力削ってくれて、ここでプレシオをね、毒か、ブルースネークか。ブルースネークで落とせるかな。落とせるよな、多分。ブルースネークでいい。まあ、落とせると思うけど、さすがにブルースネークでいけるでしょ。無理かな。いや、もったいぶらずに普通に行けばよかったか。いや、クリティカルナイス。クリティカルじゃなかったら持ってってくれてなかった可能性あるな。で、ターンは一旦終了だね。あ、でも、小さな牙やってもよかったかもな、コンプソンで。まあ、別にやる意味もそんなにないじゃないんだけど、まあ、ちゃんとコンプソン狙ってきてる。しかも、デバフかかってない時にコンプソン狙ってくるのマジだるい。え、やられたんじゃね？マジか。コンプソン安定感ないか、これ。いや、そんな気するよね、正直ね。いや、でもかといってな、誰入れるのってなったらガーゴイルしかいないしな。まあ、とりあえずここはアルティスコンボをエラースにぶつけていくしかないんだけど、どれぐらい入る？これやりきれないんじゃないのか。42からの84、耐えるよね。そうだよね。そしたら、まあ、ここさらにブルースネークじゃない、間違えた、プレシオのドックで持っていこうか。とりあえず頭数を減らしておくことの方が大事だと思うんで、ここブルースネークで一旦持ってっておいて。お前クリティカルめっちゃ出すな。で、1対2の状況を作り出しておこう。で、まあ、ここは2ターンくらいターン終了してもいいぐらいだな。アトランティックボム、うわー、そっか、こいつ弱点の敵にもこれで火力出せるから強いんだよな。ここターン終了してもいいレベルだな。ターン終了しちゃおう。で、まあ、毒は食らうけど、もう一回これ毒やってくるよね、多分ね。アトランティックボムだよね。まあ、でもこの後アトランティックボムはできる余裕がないんで、相手の KP 的に。ここでね、さら、いや、まあ、下げるのがベストなのかなとも思うけど、アルティスコンボでいいでしょう。さっき下げるべきだったのかな、もしかしたら。まあ、アルティスコンボで火力を稼いで、どれぐらい入る？半分以上はいけると思う。クリティカル、ナイスすぎ。一旦待ってよかった。186。デバフなしで。おこいつ一番楽じゃねえかよ。何なんだよ、マジで。いや、ちょっと賢くコンプソン狙われるときつい部分があるね。お、終わりに帰った。はっ、我が輩は一体。おお、じゃねえよ。まあまあ、賞金取り戻してくれてよかったよ。偽のヒゲリボン結ばれて怒ってたのよ。そうだった、もじゃか。偽物つけられたぐらいで、そんな綺麗んじゃねえよ。私たちが見つけてきた本物のリボンを結んであげるね。しかもお前が結ぶんかい。まあまあ、女の子に結ばれた方がいいか。かわいいじゃん。お、このヒット感。これこそ我が輩のヒゲリボンだもじゃ。ありがとうなのじゃ。これで成仏できるのじゃ。では、お礼をするのじゃ。宝その1。この海賊船のどこかに、チーム技の本。化石バトルでとっても役に立つ必殺技が書いてある。チーム技。ほう。そして2つ目のお宝。何？あ、出た。キャー、お宝よ？って感じの見た目でもないだろ。え？またこれ？もう一体何なのよ、このヘンテコリンの埴輪。なんか関係してくるんだろうな。あんな苦労してヒゲリボンを手に入れたっていうのにも。そのでもチーム技が気になるな。こんなのいらない。登りにあげるわ。ありがとう。まあ、部屋に飾っておこうかな。チンケの埴輪を手に入れた。時間の無駄遣いをしちゃったわ。そういえば、そろそろ次のレベルアップバトルね。準備しちゃか、しておかなくちゃ。私、先に帰るわ。登るもちゃんと準備すんのよ。まったく腹立つな、こいつな。もう帰れ帰れ、早く。で、そのチーム技の本っていうのが何なんだろうか。ちょっと今回、そのチーム技の本見つけて終わりたいんだけど、もう俺、見れるとこ全部見たんだけどな。まだ見てないとこなんかあったっけ。この宝箱だったりする？なわけないかな。あ、チーム技の本。全然めちゃくちゃこれだったわ。チーム技が使えるようになった。え、その説明はないの？チーム技が何なのかっていうことを知りたいんですけど、私。
チーム技。ああ、全然読むこともできねえわ。そうなのか。まあ、じゃあ一旦帰って今日は終わりにしよっかな。おっと、ホルトが来た。お前が来るってことはチーム技の説明をしてくれるんだな、きっとな。おや、その顔はチーム技の本を読んだね。僕も少し前に読んだよ。みんな知っとるんかい。チーム技っていうのは相性のいいリバイバーが3体揃った時、特別な技が使えるようになるっていうものなんだよね。どれとどれが相性がいいのかというのは僕もまだ見つけていないんだけどね。でも親方が言ってたな。肉食恐竜、草食恐竜とか同じ属性を組み合わせるといいかもって。まあこれから化石バトルをいっぱいやって身につけていこうよ。じゃあまたどっかでね。なるほど、そういう相性があるんだね。さあてな感じ、ようやくエリアに帰ってこれたね。まあレベルアップバトル開催予告がありますがまあね、例のごとく今回この辺で終わっておこうかなと思います。パン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 、まもなくレベルアップバトルが始まります。参加されるホリダーの方は化石山へ行って登録をしてくださいまあいつもの文言でね、化石レベルアップバトルをね、予告されたんですけども、今回この辺で終わっておこうかなと思います。次回は化石ヤムでまたレベルアップバトルなんだけど、コンプソンだよね、問題はね。どうしようね、いない方がもしかしたら安定すんのかな。まああれだよね、まださ頭しかリバイブできてないから、もうちょっと腕とかっていうところでポイントが溜まってくれば強くなるんだろうけど、みたいなところなんだろうね、多分ね。今の寄付ポイントは155だから、まあ、次回までに、また寄付ポイントを貯めておいて、まあ、手なり足なり、リバイブして、もうちょっとコンプソンを強くしておくっていうのも手なのかもしれないなっていう感じですね。だからもしかしたら、まあ、次回の時にはね、もう、コンプソンに腕がついた状態で始められるみたいなことになるかもしれないんですけども、まあ今回はねこの辺で終わっておこうと思います。というわけでまた次回の化石ホリダーでお会いしましょう。さよなら。